石景山遊楽園は1986年にオープンした中華人民共和国北京史跡、影山区にあるクエ遊園地。別名で八角遊とも言う。面積は338,900平方メートル。1986年に開業。遊楽園のキャラクターの中にはこのその独自のものもあるが、ミッキーマウス、ドナルド・ダック、熊野プーさん。 白雪姫と七人の小人などのディズニーキャラクター、バックスバニーなどのワーナーブラザースのキャラクター、ハローキティ、ドラえもんなど、世界的に有名なキャラクターによく似たキャラクターが見られる。また、ディズニーの雰囲気を備えた、ジョーンズの冒険、ヨーロッパ調の幽霊の邸宅など、ディズニーランドと酷似したアトラクションも存在する。もっとも、縁側の主張は、 当園独自のキャラクターで、結果として一部似ているが、決して真似したわけではないとのことであり、例えば、ミッキーマウス風のキャラクターについては、耳の大きな猫としている。ただし、ディズニーランドなどを参考にしたことは否定しないようである。ディズニーランドは、遠すぎる。石景山遊楽園にいらっしゃいをキャッチフレーズにしており、中華人民共和国南部の香港特別行政区に、 ある香港ディズニーランドや上海市にある上海、ディズニーランドのライバル的存在であることをアピールしている。また、キャラクターの着ぐるみを着ている従業員が路上で頭部を外して顔を出していることも雰囲気を台無しにしていると指摘されている。ちなみに、石景山遊楽園は北京オリンピック公式サイトにも取り上げられている。口述の報道がなされ各国の批判が高まった後は、 キャラクターを中国伝統の動物の着ぐるみに変えたり、そっくりキャラの展示物等を撤去したようであるが、これは外国の意向を受けたものではなく、出し物の変更を普通に言ったまでであると主張している。なお、企画、建設、運営指導には、日本の泉明工業が携わっている。日本では2007年5月に報道され、パクリ遊園地として広く知られるようになった。 この報道の影響からか、類似しているキャラクターやキャッチフレーズを書いた横断幕などが姿を消した。一方、米ウォルトディズニー社は、同園が自社の著作権を侵害した疑いがあるとして、北京市に告発した。アメリカ政府は2007年5月以前より、中国について知的財産権の保護が不十分として、WTO に対して提訴している。 しかし、上記の類似キャラクターが撤去された後、今度は、日本のアニメが、回転ブランコに描かれた。描かれたアニメには、トットコハム太郎、美少女戦士、セーラームーン、カードキャプターら、悠々白書、新生系バヴァンゲリオン、機動戦艦なでしこ、少女革命ウテナ、アーメガミ様、セーバーマリオネット、コードギアスなどがある。また、園内には、 ドンキーコングの海賊版、クレイジーコングをはじめとするパチモノのアーケードゲーム機が置かれたゲームセンターがあったり、土産物として海賊版 DVD が売られていたりしている。ありがとうございます。